はい、ソカジュの久保です。何が真実か何がデマかっていうのをね、見分けることってのは非常に難しいというふうに思います。よくね、情報は正確なことを確かめてデマに惑わされないようにっていうふうなね、前置きをする方いますけども、いや、デマってどうやってわかるんですかとか、何を根拠にこれが真実だっていうふうに見分けれるんですかって、これはね、多分誰にもわかんないんですよ。誰にもわかんないのにデマに惑わされるなって言ってもそれは難しい話ですよね。で今回はですね、一つの科学的な見地から例の新型コロナウイルス、そして武漢の状況をちょっとね考えていきたいと思います。現在日本ではですね、なんと和歌山県にも陽性反応の人が出てしまったりとかですね、三重にも以前いたということがありますけども、そしてタクシー運転手の方が発症してしまったということもあって、タクシー運転手の方はいろんなお客様を乗せますよね。そしていろんなお客様を乗せて、そこからウイルスが移ってきて、そして他のお客さんのしたらその人にウイルスが移ってってことを密室空間であった可能性が高いんですよ。まあ、ですからこのタクシーからですね、気づかないうちに無数の人に拡散している、そんな可能性もあるわけですよね。まあそういうふうにして考えると、日本もね、例のフェリーのこともありますけども、まだね下船できてないわけですよ。なんですか、ダイヤモンド、プリンセスダイヤモンドでしたっけね。いや、ああいうことを考えると本当にこれは恐ろしいなぁと、監禁状態、隔離状態、ある意味病気だからしょうがないってところもありますけども、昨日の厚生労働省の発表では強制的に入院させるようなね、そんな措置も取れるというふうなね、こう乱暴なね、ことも言われてましたけども、本当にどうなっちゃうんだろうかなと思います。さあ今回の動画の趣旨なんですけども、こっからです。なんとですね、武漢の上空でこんな画像が出されているわけなんですよ。どうぞ、ちょっとこれちっちゃく写しますけども、すぐ大きくしますからね。で、これが何を見せるかっていうと、まずはね、ちょっと考えにくいことなんですけども、人間の体、遺体とか、まあ生きてる人間もそうなんですけども、人間の体を燃やすと特殊な化学物質が出ます。それがですね、アリュー酸ガスってやつなんですよ。で、アリュー酸ガスをスキャンして、中国大陸の上空から見ると、武漢市中心にこのアリュー酸ガスがね、ものすごく多く出てるわけですよ。これはおそらく人間を燃やしているんではないかという、そんな見地なんですよね。ちょっとこの画像を見ていただければわかると思いますけども、いかがでしょうかね。真っ赤に染まって中心部が緑色になってますよね。で、こういう風なものっていうのは、まだ確定ではないんですけども、おそらく1万数千人分の人間を同時に燃やさないと出ないような、このスキャニングなんですよ。皆さんはどういうふうに思われますか？これがデマと思うのか、これが本当に中国が隠している真実なのかって思うかは、もう皆さん次第なんですよ。何が本当か、何がデマなのか、これを見分ける方法はありませんので、皆様の見識と、それから経験と、ある意味ね、思い込みによるところが多いと思います。そしてですね、あれはデマだ、これはデマだっていう人、この人も信じられないというふうな感じに私は思いますよね。何かの、こう、誘導バイアスをかけるときに、まず誰かを指さして、こいつは嘘つきだからってことで、まずそこから視線をずらしておいて、じゃあ本当は何なんですかっていうふうな心理誘導をするわけなんですよ。まあ皆さんね、どういうふうにこの、今回のコロナウイルス考えてらっしゃるでしょうか。私はですね、もうとてつもない恐ろしいことが、これから日本にも訪れるとしか思えないんですよね。まあ、ご安全にお過ごしください。マスクにね、手洗い。私たちが個人レベルで、こういったウイルスを寄せ付けないっていう風なね、衛生意識を持つ以上にもうないと思います。国が何かをしてくれるとか、保健所が何とかしてくれるみたいな、そんなね、人任せ人生ではなくて、自分の身は自分で守る。そして自分の身を守ってるところを周りの人が見ると、周りの人も影響を受けて釣られてですね、同じように自分の身を守る、そんなね、人に変わってくると思います。あなたの街じゃいかがでしょうか？周りの方はコロナウイルスに対して意識高いですか低いですか？日常会話でコロナウイルスって言葉出てますか？私は町内会の総会でもすでにこの言葉を出してます。皆さんに警戒を呼びかけてるんですよ。だから皆さんやってくださいってことではないですよ。だから俺すごいだろってことではないですよ。だからやっぱりね、自分でいろんな方にこう誘導バイアスをかけていくぐらいじゃないと、なかなかですね、自分を意識づけることもできないんではないかなというふうに思って、この放送に返させていただきます。それでは、いってらっしゃい。